分離同盟戦争。分離同盟戦争は、1847年11月4日から11月29日にかけてスイスで起きた内戦。1848年革命に影響を与えた。もともとスイスは自由化、民主化が進んでいたが、一部のカントンはカトリックの影響が強く、自由化を拒んでいた。自由化や民主化に対抗するため、1845年12月、保守派の7カントンが保護同盟を結んだ。自由主義派はこれを、盟約社団を分離せしめる存在、分離同盟とみなし、翌1846年8月の盟約社団会議で解散を要求した。しかし、分離同盟はこれを拒否し、解散勧告議決も2票足らず、スイス内に国家が2つある状態が続いた。ところが10月、ジュネーブで自由派の革命が起こり、新しい憲法が翌年住民投票で承認された。また、ザンクトガレンでも選挙で自由派が保守派に勝利し、盟約社団会議で自由派が過半数を占めるようになった。1847年7月の盟約社団会議で、分離同盟の解散、イエズス会修道士をスイスから追放を決めた。分離同盟解散に反対したのは9カントンだけであった。分離同盟が解散を拒否したので、同年10月、盟約社団はアンリ・デュフール将軍を司令官に任命し、軍事行動に出た。盟約社団は、スイス人口の 75%、財源比の 90% を占めており、分離同盟が敗北することは明らかであった。そのため、分離同盟は、隣国のフランス、オーストリアなどからの援助を期待したが、実現しなかった。しかし、フランスやオーストリアも分離同盟を見捨てたわけではない。フランスやオーストリアも列強と会議を開いて軍事介入を試みたのだがイギリスが積極的介入に否定的だった。そのため会議は伸びに伸びた上、スイスの内戦も一月足らずで収束したので介入することはできなかったのである。この内戦は盟約社団の圧勝に終わり、分離同盟は解散された。戦死者は両軍合わせて130人程度、負傷者は400人程度であった。1848年に入り、イギリスを除いた列強はスイスに介入しようとした。列強は、盟約社団の勝利に自国の自由派が影響されることを恐れていたのである。そのため、スイスの永世中立を名目に介入を試みた。しかし、フランスで2月革命が起こり、さらに、ドイツ・オーストリアで3月革命が起こったので、それどころではなくなり、スイスは軍事介入を免れた。スイスでは連邦国家を目指し、急ピッチで体制づくりが行われた。4月には第一次憲法草案が提出され、9月に1848年憲法が発効した。この憲法は現在のスイスにも継続されている。ありがとうございます。